入るよ。親友くん？なんだ、来てたんだ。来てるなら一言言って。ん？親友くん？親友くん？親友くん。びっくりした？ ごめんごめん。そんなに驚かすつもりはなかったんだけど。っていうか、来てるなら一言言ってよ。ううん、冗談。いらっしゃい。なんだか、大人っぽくなった？気のせい？本当に？いや、なんとなくだけど、好きな人でもできたのかなって。好きな人いるの？好きな人いるのに、私とああいうこと。ううん、なんでもない。好きな人って誰？学校一緒の子？そうじゃなくて？気のせいなら申し訳ないんだけど、もしかしてその好きな人って、ん？そうなの？まず、ありがとう。私も実は信用くんのこと好きなの。両思いだったんだね。もちろん、私でよかったら付き合ってください。やっとこういう関係になれるんだね。嬉しい。でも、あいつにはどうする？反対とかはしないだろうけど。そうだね。
今は言うのやめとこっか。じゃあ二人でも会える？ありがとう。また連絡してくれるかな。ありがとう。とっても幸せ。あ、そういえば、親友くん、ここ、やばいの？やっぱり、わかりやす。耳弱いんだ。あいつも帰ってこないことだし、今からちょっとお仕置きタイムね。今日来ることなんで言わなかったの？ねえ、気持ち？ねえ、なんで？そんなことないじゃん。気持ちいいでしょ？じゃあ嫌？嫌なの？やめる？どうする？早く言ってくれないと、あいつ帰ってきちゃうよ。私はやめてもいいけど。どうする？どうするの？もうちょっとしてほしいんだ。へえ。あ、あいつ帰ってきた。バレないうちに退散しないとね。続きはまた今度ね。じゃ、ごゆっくりー。